収録ゲーマーアトプ、急にそんなに増えたの？急に収録になる。何があったんでしょう。藤井さんの復帰宣言からオーダーセレクト、なんかチームもちょっとクーラーになってますね。クーラーになってますね。キャラシュがキャラ合わせでしょうか。いや別にモアさんが勝手に合わされて確かに、まあ、先方にもお飾り追えないといったところでしょうかね。まあ、クリーさんはけどクーラー結構ちょこちょこ使うのは昔からよく見てたんですけど。そうですよね。まあ、あこれはメイはけどワンコンボの火力は高いですよね。フルコンボの。そうですね。まあ1フレーム押しですけども、そうですね。それをまあ決める状況がなかなか来ないですけど、なかなかないですね。今みたいな状況は非常に惜しい。ああ、なけなしのゲージをむしられて、確かにせっかく貯めたゲージを吸われてしまう。そうですね。もう位置って走り出したら守れませんから。そうですね。ああ、ここはやはり難しい。決まっていれば勝負ありだったが、おお、命かけた。あっと、これは燃えてしまう。 BB で死んだからいいようなものの、近距離近距離 D かしゃがみ C でしょ今の。試合中に言い合う2人。これはむしろ逆にさっきよりよっぽどマシな組み合わせですね。まあ、いや、ごめんなさい、あの、なかったことに。まあ、こうなったらもうほぼ全キャラ一緒ですけど、はい、また元気になりました。うわすごい、ギリギリジャパン。あで、追撃と。まあ、まあまあまあ、十分楽しめたかと思います。はい、まあ、仕事はなんとかできたという感じでしょう、はい、ゲージも若干残して、中堅戦。遠距離と中間距離がしっかり強いキャラにはちょっとひなこも寄るの大変なんでしょうけども、ね、誰にも同情してもらえないのがひなこの悲しいところ。確かに、まあその分近づいた時のね、もうお釣りが、もうひどいですからね。モアさんが痛い痛いと気持ちよさそうな声を上げつつガーキャンで押し戻す。負けてはいない。さあ、ここはお互い今、あ、これで一発入る。あー、もうどうせ食らうならもう連部出しながら食らった方が後悔しないで済みましたね。まあ、で、対象のタクマに回る。ちょっとモアさん、これ一発ドスコイ食らってみてくれませんか。あー、ちょっと言う、それ以上のものを食らってしまう。2本でもこのダメージ、まあ、体勢万全ですね。これはもう使わざるを得ない。さあ、前に行ってもいいが特にやることがない。すごすごと帰って豆を投げます。一発一発も撃つのがもう命がけですよね。怖いですね、これ。ドスコイで抜けられるかっていう。ここは暴れていくが惜しい。さあ、行ってもいいがすぐ帰る。いやー、今しゃがみうまいっすね。確かになんかすごいうまいつなぎっすね。あんな結構早い状況 で、ね、さあ、ジローを食べた、ルイコさん。さあ、失敗、収録ゲーマープーさんです。はい、でもルイコさんも別に申告してないけど、ぶっちゃけ収録に近いぐらいはやってるんじゃねえのかって思うんですけど、そんなことないですかね。確かに週7ゲーマーなめんだよ。まあ、今が一番多分大変な時期だと思うんですよね。わかりますスタイルを一からこう構築し直している段階だと思うんで、ルイコさんはやっぱ一回固まったものをね、一回崩すっていうのがどんだけ大変かっていう、ね、なかなかね。まあ、それをやろうとする、やっぱりもうなんて言うんだろう、やる気がやっぱすごいですよね。その前に、以前にその状態でモチベが維持できるっていうのもすごいと思います。まあ、なんかゲーム引退だと毎回言ってますけど、なんかやめてないですからね。結局やっている。 OK、 それで、黒髪の方がルイコさんの方ですね。はい、ちょっと押されてる感じで、おっと、これはちょっと見切り発車してしまう。残り時間も少なかったためちょっと焦りが出たが、ルイコさん、妻が
妻が言ってしまいました。はい、チェックだ、消え出して状況はだいぶ、まあ、もちろん苦しいんですけど、なんか K ダッシュだとなんかいけそうな。あ、そうですよね。なんかあんまり本当に他のキャラだとかなり絶望的なに近い状況に見えるんですけど、なんかまだなんとか返せそうななんかね、雰囲気っていうか。そうですよね。まあどっかでさっきも見たような気がする。なけなしに一本をむしられて、あー、バイツで割られるのを警戒したか、そうそうブレスは打ちませんね。そうですね、まあもう打つ、まあ、リスクを打つ必要がないといったところでしょうかね、この状況。じっくり時間を使わせたら、まあ、クーラーもそれはもう強いですから。あー、いやー、しっかり確認している。バク線多めに巻いて、いい加減にしろよって走ってくるところに、そうですね、心をへし折りレイスピン。まあそこでなんかピンポイントでしゃがみ打って避けるとか難しいですからね。そうですね、これは一発サイルがゲージはやはり使えない。おっと、おー、シャガシーのテイステでスピン抜けたんですね。そうですね、おわ、おっと、あー、しかし意外に隙がない。しゃがみ D からしゃがみ C、 うち、さあ時間さえあればなんかできるかもしれない。これはかなりネーメス側はいい勝ち方ですよね。いい感じですね。さあ出てくるは評判のひなこですが、おーまい、しっかりガードしている。おっと、これはちょっと痛いミス。消費的確、あー、さすがネームです。この位置は、この位置はまず苦しい。うまく避ける、走る、いやーすごい、あー、あー、ちょっと繋がっていなかったか。しかしもらってしまう。あら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 、切ね。ゲームオーバー。フェイトシンが 2P。 さあこれであと誰もこうなければ、残るのはキャプターンだけかな。もう恒例の100円ゲームが、はい、ほぼ確定状態です。おっと、プデイさんは先ほどと変わらず、はい、フェイトさんが、そうですね、まあそうですね、最近なんかテリーがお気に入りっぽいですけども、好きですねこういうチームね、はい、フェイトシーンはなんか流れるように動くんで、それが型にはまった時の強さがすごい恐ろしいものがありますよね。そうなんですよね、なんか結構いろんなキャラ使う割にいろんなキャラが結構高いレベルで装備されてるっていうか。しかしそれ以上にかなり冷たく立ち回っているのはフリー側。人がなんかしっかりちゃんと褒めたのに、なんか反対側からなんか、あ、キャラ戦ミスったなとか聞こえちゃいましたけど確かにちょっとクーラー相手が悪かったか。さあしかしなんだかんだで落ち着きを取り戻して、あ、ここはしっかり見ている。最後はしゃがみ、もうまあなんかやるところですよね、時間的にも。今日の武器の一つである荒髪と遠距離 D が、外側からスピンさされやすいっていうのもまたあるんですよね。あ、そうですね、あんまり、そうですね、武器が機能しないっていうのもちょっとやりづらい部分でしょう。毎回レッドキックってわけにもいきませんし、はい、でもそんなこと言ったらこれもなかなかのきつさだとは思うんですが確かに。うわー、すごい、エンビーの外から、あらー、あ、ご自慢のアッパーをなんとか駆使して、なん、おー、うまっ、あ、うわー、よくガードした。テリーの自慢といえばもう投げですからね。あ、そうですね、通常投げ、はい、ダメージと強制ダウン。
あプリンさん本当冷たい、常に冷たく立ち回っていたが最後、レースピンにライジングアッパー、アッパーですね。やっぱ生きるもしてるのもあのアッパーにかかってる感じがプリーですね、はい、これバーンナックルだろうがクラックだろうがちょっとドスコイとどうなるのかって想像したくもないんですけど、確かに前にあまり出れない。そうですね、苦しい、もうゲージを吐かざるを得ない、まあ、吐くのはまあいいんですけども、まあ確かに吐いた後もこれは、ね、さてどうするの時間が、確かに、あら、おお、これは勝負に行く、そうですね、もう決して諦めてはいないっていう感じです。いやー早い、今のは立ち入り、そうですね、相手の着地に合わせて暴れつぶし的にキングの立ち入りみたいな感じで、あ、はい、まあ、ちょっとひなこの社外の発生が早すぎたかもしれない。これで繋がってますからね。うわー、ジョンの起き上がりにあれを合わせる、しっかりなんか練習してる感がありますね、ジョンに対しての置き攻め、ね、さあ最後のまだあるのか、まあ、ジョンですから確かにワンチャン持ってるキャラ、これは苦しい、 あるよ、おっと、あー最後もやはりしゃがみへ早い、さあプリンさん最速でひなこを選んだからのネームレス、はい、そしてまあキャップさんはすでにセス、このクリスとチョイスして、はい、カーソルがウィップのところに合ってるっていうのはクーラにも K にも行きやすいってことなんでしょうかね。あ、そういうのもあるんですかね、おそらくあるのかもしれません。どうもキャップさんのチームはまだセスブームは終わっていなかった、確かに、そしてダイモンもちゃっかり入っている、あ、先行戦はクーラ対セス、こうなればクーラ側はいいんですけど、やっぱ空中でね翻弄されるんで対空がちょっと打ちづらいですよね、クーラー側は。そうですね、まあ A バイスあるって何本ある言うても、まあそうですね、毎回はワンチャン釣られた時の被害が大きすぎて、そうですね、地上のフルコンはもうそりゃもう痛いですからね、セスは、はい、おっとこれを使っていく、あっと高めを選択したがちょっとボタンミス、おお、かなり積極的に体力奪い合ってる感じがしますね。そうですね、なんか制空権の取り合いっていうか、はい、なんかお互い入る機会を探してる感じですね。さあ先ほどから最後の決め手のこのヒット陰にレースピーガン、そうですね、相当刺さってますね、まあ、狙って打ってる感じがします、はい、まあこれ実はクーラーかなりめんどくせえっていう話ですが、そうですね、なんかやっぱダイモンジャンプ落としづらいし、おっとこれは頭上が出ないか、レイスピンはやっぱり投げられちゃうし、そうですね、なかなかクーラー側もちょっとやることが他のキャラよりは制限されるといった感じでしょうかね、ダイモン戦は。そうですね、遠距離 B だけで何とかしようとしても足りないんでしょうね、やっぱり。そうですね、ワンチャン一応、まあ、多少リスクはありますけど、当て身もあるんで、はいはいはい、一応リスクも負わせられるっていうのもでかいですよね、 NB に対して主力技に対して、ね、柔道対相撲、うわー繋がってる、おー、いやー今のはすごい火事封じですね。さあ早めに空を飛ぶ、さあ足で差し合っている、差し合いますね、うまい、うまい、これは落ち攻めを選択するがちょっと噛み合わず、さあお互い様子見、いやーそうですね、まあ、柔道も相撲も極めれば自信が起こせるっていうことなんですね。確かにお互い似たような技を持っている、あ残りタイムがあれなんでそろそろ、うわー2段目中段、
さあここでプリーさんが一歩リード、大将のクリス。お互いのもうもはや代名詞とも言えるキャラ同士ですが、これは おそらく使うんじゃないか、使うんじゃないかな、使いますね。すごい、一目にかかる、減った、おっと、おここはまだ温存する。さあこれはしのぎどころか、あーこれは終わってしまう。中段取りに行った感じかな、もう同時ぐらいに出てた。あれ、あ、デチオさんが、あ、これはエキストララウンド最後の一戦、デチオさんが10円を渡してきた。もうギリギリで、ギリギリでデチオさんが間に合う。はい、オッケーです。さあここでギリギリ間に合ったデチオさん、おそらく本日ラスト試合。あーでもこの流れはひょっとして後から後から終わらないパターンかもしれません、ね、はい、ワンチャンまだあるかもしれない。ほらほらほら、さっきも言いましたけど、ウィップにカーソルを回して右でクーラー、左で、まあ、間違えると、はい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 、間違えるとマックスマになるんですけどね。おデチオさんはクラークおじさんですね。今日のデチオさんはクラークおじさん、はい、さあ先鋒戦は同キャラ、さあ画面端を追い詰めているのは黒いクーラー、デチオさんの方スライディングちょっと先端気味なので弱弱で済む。おっと、これもお互いやれることが、なんていうかやることがはっきりしないですよね、この同キャラも。すごいもどかしい感じがしますね。そうですね、と前の取り合いですね、もう常に。ここまで展開的にはうまいこと進めてるのはプリーさんの方。おっあるのか、ここでリバハイ、うまい、やりよった、あの土壇場でしっかり決めていき逆転。すごい、確かにもうあれしかまくれませんね。そうですね、あの状況はもうあれしかなかったですね。さあこうなるとひなこをだいぶいじめることができるんじゃないか。うわうわ、しっかり、あれなんか今なんでっていうぐらいの感じだったけど、ちょっとつかる、ちょっと遅かったかな、どうだろう。まあなんとか、まあ痛み分けという感じで2番手同士になりましたが、ここはD投げで端に若干寄せる、あのジャンビ98っぽいですね。そうですね、何気にレジオさん98もやってる時はやっててより使ってますからね。怖いよ怖いよ、ああ中段引っかかってしまう、ドスコイから C 投げ。もう通常投げはひなこはもうしょうがないです。通常投げなんてもう、はい、食らうしかないですよね、とりあえずもう捨てるしかないぐらいの、むしろ助かったって言いたくなるぐらい。確かに、ああクラークですが、うわ上から行ったが曲げてしまう、ジャンプ飛ばしから、さあしっかり警戒している。クラークはアッパー潰せる技持ってるんでしょうか、残影で潰せるか謎ですね。そうね、確かに、あとさっきからおうまい、これは力強く決まる。おしゃがみ C 前 B 入れ込みがかなり怖いですね。そうですよね、さっきからかなりヒット率が高いですね。普通の牽制とか地上で打っても巻き込まれたりしますからね。あ確かに、
さあ ほぼ間違いなく本日の最終戦です。はい、これは危ない。一瞬で勝負がついてしまう可能性がある。おっ、この走り込んでしっかりガード。こうなると飛びが通ったら、飛びが通ったらデジオさんにはあれがある。もちろんネームレスにもあれがある。確かに。おっと、狙っていたが、これはまだ分からなくなる。危ない。うまい。さあなんとかしのぐがまだ3ゲージある。うまい。あの、フランケンから攻めて、あーなんだ、そう出すわけにはいかない。おっと、さあまだ分からない。なっここな、あクラークの最大の武器がおそらくまあ読まれていたのか、とりあえずガードしてたら飛んできたのか、ちょっとシーンは分かりませんが、勝ったのはプリーさん。あー、野試合だったら最速でレンコインの場面ですね、ここね。もう一回もう一回っつって。はい、というわけでプリーさんが最後まで寄り切りましたね、はい、もうプリさん特になしということで、はい、もういないですよね。ぐるっと見回してみて、はい、出てない方はいないかな、そのエントリーしてる方では。はいはい、それでは、まあ、締めたいと思います。第 110? はい、第112回。え、2回、 3? 2? 3? いや、あなたが管理しているんです。 2? ファイナルアンサー2 第112回、はい、KF0 に向かう幕線越えで終わりたいと思います。皆さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも、はい、お疲れ様です。